僕はまあ、土木の教授になって行って一番びっくりしたのは建築とは全く違うっていうことですね。大学の建築学科で教えてるっていうか考えてる考え方と全く違うっていうのに本当に驚いてました。で、建築でね、しまいにだんだん分かってきたんですよ。土木は大乗仏教、建築は清浄仏教で、それはね、いろんなところにこう言ってます。で、それはどういうことかっていうと、土木、まあ、いい面悪い面もたくさんありますよ。政治家とつるんだり、ゼネコンが汚職やったり、いろいろ悪い面はたくさんあるんだけど、土木の基本はですね、他者を救済することなんですね。要するに他人を救い出す中に、他者を救済する中に自分の救いを見出すっていうのが土木です。これは基本的にね、そうなんですよ。つまり、川が氾濫したら困るなって、それどうしたらいいかって言って、やり方は間違ってたとは思いますけど、でもそういうたくさんの人が幸せに暮らすために、何をやったらいいかっていうのは土木で、建築は逆なんですね。建築は、自分を救えない人間が他人を救えるはずがないと。これは象徴的な考え方ですね。だから自己救済がまず大事です。事故の建築家自身。建築家自身だから、それは作品を発表して、で、なんかこの雑誌かなんかに載って嬉しいみたいなっていうのは、要するにそれ作品で、作品と呼んでますからね、建築家は。だからその自己なんですよね、私。だからそれは限りなくアーティストに近い部分で、土木は全くそうじゃないですね。名前なんかどうでもいいと。自分が何がその他者に対してできるかっていうのは基本なので、それからその森羅万象に向かい合ってるわけです、土木は。それはだからもちろん津波だったり、まあ、海だったり、川だったり、それから山だったり、それから地球環境の、気象変動だったり、僕が行った学科での先生方はみんなそういうことをやってるわけです。だから、これはもう全く空海さんの世界なんですよ、どっちかっていうとね。空海さんっていうのは半分土木の人ですから、治水をやったりね、考えを作ったりね。だから空海さんの世界、建築は全く違うと僕は思います。その違う文化を、で、まあ、それがちょっと僕の中に、それはだけどとっても素晴らしいことだと思ったので、僕の血液の半分ぐらいがそっち方にちょっと染まってると。そうするとですね、何が起きるかって分かります？建築家の間に混じってね、コンペやったりするとね、負けるんですよ。もう全然ね、その自己救済にはね、僕だけ救ってくれてない。本当によく負けます、コンペには。なんとかしてくださいって言ってるんですよ。美意識もその環境のこともで、その力学的なことも全て理解して実施できるような方なので、土木の方こそ本当に優秀な方になっていただきたいなと思いまいす。るかな、建土築木やのめ人。て。ね、他の方いらっしゃいますか？あいつ、なんかうちの研究室 河川は、例えばね、面白かったのは河川研究室っていうのがあるんですね。で、河川って、いわゆる土木でいうと保守本流なんですよ。で、僕が行った時の東大の、河川研の教授は小池さんっていう人ですけど、この人はもうほとんど、NASA と、それから、種子島で打ち上げる衛星の、それしかやってないですね。で、それはどうしてかっていうと、地球環境全体の、地表の、水分の含有量をどうやって測るかみたいなの。地球環境問題なんですよ、ほとんど。だから話題になると、いや、今年のなんかその、パミール高原の乾燥度がこうだとかって言って、で、それ影響してるんですよね、実はね。で、そういうことをやって、で、片一方でその上州の知花っていうのがいて、
知花さんは何やってるかっていうと、ウグイの研究やってる、魚の。でなんでそんなのやってるんだって、それってなんか農学部の仕事じゃないかとかって。いや、そのウグイが生息できるかどうかっていうのが、川が自然環境に戻ってくるリトマス試験紙みたいなもんだって言うんですよ。でもそれもだけど農学部の仕事でしょって言ったら、いやそうじゃないんだと。ウグイっていうのは一定の速さのこのその水流速でしか生息できないので、どうやったらば川にその川の外のせせらぎにその流速の川を作れるかというのは工学なんですと言うんで、そういうことやってた。すごいここミクロンのところからマクロンのところまで、それも環境ですよね。そういうことをやってるのは、僕の行った大学の、河川の研究室がやっていったことで、面白いでしょ。でも建築の人は全然そんなこと関心ないからね。だからそこがやっぱり面白かったですね。今日お聞きしたいこと、ちょっと質問をそろそろと思うので、ちょっと山田さん一言質問お願い、せっかくですので。まさか振られるとはちょっと思わなくて、いやなんか僕、まあ、杉子さんがすごい好きで、まあ、集めてるというか、はい、今日は杉子玉コレクターとして今日は来たんですけど、いつの間にかあの家じゃない、事務所も含めて杉子玉15個ぐらいになっていてですね、今日は大丈夫ですかね、彼大丈夫じゃないかもしれないです。今日は一番古い杉子玉を持ってきて、結構もうなんかこうツヤツヤしてきて、まあ、子供も触ったりしてるんで、なんかこう最初のなんですか、質感と全く違う、変わってますよね。でも最近の有馬さんに聞くと、こういうのがいいんだってすごい言ってるのがちょっと最近僕面白いなと思っていて、有馬さんなんか大乗仏教なのか小乗仏教なのかちょっと聞いてみたいなと。いや、そうですよね。あ、そう、はい、ですね、僕もさっきちょっと言ったように、僕の作品の仕上げっていうのは赤ちゃんの肌を目指して作ったんですね。でそれは良かったんですけど、実はその作った素材がものすごくデリケートなもので、すぐ変化しちゃうんですよね。普通に置いてても表面が自然に研磨されてしまったり、それからもたれたり汚れたり、それから太陽に当たったりっていうことで、表面はほとんどもう1年ぐらいでもうすごく一緒に変化しちゃうんですよね。まあ、そういうことをなんていうのかな、これは多分偶然だと思うんですけど、僕が杉という素材を選んだことで、それをなんていうのかな、半ば無理やり、どっちでしたっけ、大乗仏教に大乗仏教ってどっちでしたっけ自分のその表現したいことがあまりできないんですよね。そうなんです、できにくいんですよね。つまり彫刻の人は違う素材、普通は彫刻の素材っていうとわざわざ杉は使わないんですよね。まあ、使いにくいし、さっきも言ったように変化しにくいし、腐りやすいし、外に出してても変化してしまいますし、もしかして300年も1000年もっていうふうに彫刻の作品を将来の皆さんにこう見てほしいと願う人であれば、もしかしたら違う素材を選ぶかもしれません。例えば石だとか、まあ、その焼き物だとか、まあ、いろんな腐食しにくて変化しにくい素材っていうのはこの世にいっぱいあるんですけど、なんか僕がちょっとその描いてるものっていうのは、もうたとえまあ100年後200年後になくてもいいかなって言ったらちょっとやっぱ大雑把なんですけど、何かその時にこう現れるものっていうのを表したいなっていうことの方が強くて、しかも山田さんが言ったようにすごく汚れたりツルツルになったり、ああいうのを見てると、けどそれを見てくださって、なんかこんなに綺麗にピカピカになりましたとか言ってなんか、まあ山田さんはそうではないですけど、たまに例えば5年ぐらい前の個展の時に買った作品を持ってきてくださったり、こんなにピカピカになったんですよとか言って、ですごい磨きましたとか言っちゃったりして、赤ちゃんがこうかじっちゃったりして、でなんかこう変化してるの見て、あ、まあけどいや実はこれ僕不本意なんですよとか言えないじゃないですかそういうことを繰り返してると、その不本意か本意なのかっていうのはあんまり僕にとっても関係ないなっていうか、その
もう生み出してしまって、そこからまたターンしてきて違う姿になってて、けどそうなっててもその人にとってはすごく僕の作品を味わって楽しんで、すごく感じてくださってることには間違いないので、それはなんか僕の一部なんだから別にいいかみたいな、そういうちょっと開き直り的なところもあって、それは杉を選んだから偶然もあるかもしれないですけど、もしかして直感的にそういうことが好きだったのかもしれないし、まあ、そういった今こう感覚でいます。神戸で建築をやってしまうと申します。今有馬さんが作られたものからなんかこうフィードバックを受けて、まあ、自分のこう感性が変わるようなことをおっしゃったと思うんですけれども、内藤さんはそのようなこう建築の使われ方を見て何か自分にこう返ってきたことってありますでしょうか。作ったものはですね、作ったものから何がフィードバックされるかっていうと、いつもなんですよね。で、大体まあ60点ぐらいですかね。でまあ、建築ってなんかいろんな共造物とかいろんな妥協とかを繰り返して制限もあってできるもんだから、理想と思うものにが実現できるってことはほとんどないんですよ。これ実際に実務やられてるとそうだと思うんですけど、そうするとそのできなかったもの部分が何なのかなっていつも考えますね。で、まあ、例えばここも泊まりに来てよって言って、もうでもなかなか泊まらないで、去年初めて泊まったんですけど、どうしてかっていうと自分のやった建物の中で心が休まんないんですよね心からリラックスできないというか、あーとか、あそこあそこもうちょっと明日はいいかって思うわけですね。だから建築ってなんかそうやってなんかこう先に行くのかなというふうに思います。それは あそこでもうちょっと力を尽くしてたらよかったかなとか、どっちかっていうと今うちの事務所のキーワードはワンチームなんですよそれでチームなんですよね。団体戦、どっちかっていうと個人戦じゃなくて団体戦を戦ってるっていう感じなんですね。団体戦ってなかなかパーフェクトにいかないじゃないですか。なので、まあ、そういうのを修正して、ね、どこまでこうベストが尽くせ、あそこの時にもうちょっと、こういうふうにしといたらよかったかなとかっていうのはいつもなんか山のように終わった時に考えます。だから、まあ作り出すごとにそこから影響を受けてるというか、そういうのは未だにあります神戸大の脇です。僕もすごい誠実な、さっき大乗仏教とかのお話されてたと思うんですけど、僕も誠実な建築が一応好き で、それでそういう建築をすると、まあ、コンペで負けてしまうみたいなされてたと思うんですけど、課題でもなんか1点つかなかったりとかね。あ、そうですね。その中ででもコンペで内藤さん書かれてるので、なんか どういうことをコツじゃないですけど教えていただけたらと。まあ諦めるんですね僕がさせてもらう場合はいくつかパターンがあって、審査員の特に審査委員長がすごく素晴らしい人の場合にさせてもらうことが多いです。つまり非常におとなしい形で目立たないけど、そのなんかこう本質的なことが分かる人が審査委員長あるいは審査員にいるときは、割と通してもらえるんですね。だから、相手次第っていうか、そういうところがあります。課題もそうですよね。先生がさダメだと全然理解してくれないっていうことあるわけじゃないですか。だけど時たまなんか素晴らしい先生だ と、その人の
若い子が持ってる潜在的な、要するに自分でも気がついていないようないいところをその課題の中に見出してくれて評価してくれるということもあるかもしれないので、まずは学生だから自分に素直に自分を深掘りして、自分の大切なものは何かっていうのをどうやったらば建築というフィールドで表現できるかっていうようなことを考えるのかなとは思います。恩師から迷った時は両親に聞けて、声聞けっていうの、それと誠実さとはどう、まあ、同じですね。僕の先生の、吉坂隆正という人はもう亡くなって40年経ちますけど、厄介なことにですね、その死ぬ前にですね、会った時になんか迷った時は両親の声を聞けとかって言って死んじゃったんですよ。でもそうするとね、僕はまあそういう時とも思い出すんですよね。なんか、まあ、でも両親って一体何だとかよく分かんないですよね。自分の中の常識なのかもしれないし、直感なのかもしれないし、だけどまあどうしようかって迷った時は他人に聞くのもいいけど自分に聞くのが一番いいと思いますね。形を決める時とか、それはまあ自分の心の中をもう一回探ってみて、こうかなと思うのを素直にやっていったらいいんじゃないかなと思います。私が今悩んでることは設計課題で、なんかどこまでこう自分のやりたいことを出していいのかとか、どこまで人のことを考えるのかとか、なんか分からなくて、なんか向こうの学校の人がどういう評価してるか分かんないんですけど、なんかどこを優先するべきなのかなってよく考えてるんですけど。何年生？3年です。課題はどんなの？今集合住宅やってます。1ヶ月で仕上げないといけないので、ちょっと内藤さんも集合住宅はなんかどこかのどこでしたっけ、リンゴと梨の話が書いてあって、高級あれか、長野オリンピックの選手村かな、やった時かな。あんまり集合住宅やらないんですよ、だけどね、学生にね、まあこういうことを言うのもなんなんですけどね、ろくな出題じゃないですよね。てかね、土台さ無理なんだからさ、建築勉強してさ2年目か3年目にそういう、まあだからそうですね、まあ教養として課題をやってもいいんだけど、僕言われ昔若い頃言われたことあるんですけどね、大学で教わることはね建築全体の1割にも満たないと言われたんですね。知識としてほとんどのことは世の中に出てから教わるもんだっていうのは、山口文蔵という人から言われて、だほとんどのことは世の中に出てから勉強するぐらいのつもりでいいんですよ。でだからその1割の時に何をやるかっていうと、僕はなんか、2つのこと、1つは、深く考えること、例えば集合住宅だったら、そこで集まって住むっていうのはどういう意味があるんだろうとか、本当にそれでこう幸せになれるんだろうかとか、いろいろあるじゃないですか。それを深く考えること、もう一つは、いい空間体験をすることで、この2つはね、だから例えば、この近くだと、ライトの住宅、山村邸とか、僕らみたいなおじいさんになると感性がすごい鈍って、加速度的にね、加速度的に鈍るんですよ人間って。まだそういうふうに思ってないと思うんですけど、で多分ね、何かを感じ取る能力はね僕らの10倍とかね20倍あるはずなんでね、そういう時にとっても素晴らしい空間体験をするとか、あるいはこういう良いものに出会うとか、それは20代ですよね。
特に20代の前半にどのぐらいその貯金があるかっていうのがその後聞いてくるので、だから一つは深く考えること、課題はまあ別にいいじゃないですか、あの課題が C だって殺されることはないんだから、うん、思いっきりやるっていうことと深く考えて思いっきりやる、それからあとは体験を、いろんな体験をすること、この2つですかね、アドバイス。有馬さんもどうですか、学生の頃とか。いや先生のさっきの話聞いてて、いやなんか僕もそういう先生に出会いたかったなみたいないや 僕は別に恵まれてないと思ってないんですけど、僕の大学っていうのはあの美術の専門の学校ではなくて美術教育の学部だったんですね。ですので、まあ、学校の先生になるため の, あのアプローチなので、みんな学校の先生になったり、まあ、会社員になってたりするんですけど、僕はそこから道を外れてしまったのでちょっとずいぶん苦労して、まあ、あのある意味美術教育の世界ってあの美術 の, そのテクニック的なことは学べないんですよね。ほとんど学べなくて、もう本当に4年間何してたんだって感じなんですけど、先生のさっきおっしゃってた世間に出てからっていうことと、あのそうですね、あのまあただ言えるのは、もしかしたら 今更だから言えるんですけど、もしかしたら僕が美術のテクニックの教育を受けてなかったのが、もしかして功を奏しているのかなってちょっと今10年ぐらい経って思ってるんですけど、もしあの時僕があの何かまかり間違ってその美術 の, そのテクニックの専門の学校に行ってたら、僕は作家を目指してないんじゃないかなと思って、僕はその教育学部っていうそのなんていうのかな、美術をなんていうんですかね、美術を通したアプローチ、あの美術のための教育を受けたわけじゃなくて、美術を通して教育をどう考えるべきかっていうアプローチを受けたから、もしかしたら今があるのかなって思って今ちょっと聞いてました、はい、有馬さんのいろいろね、小さい頃のこととか聞いていると、その豊かな空間体験っていうのはすごくされてきたんだなっていうふうに思うんですけど。あ、僕ですか、うん、僕あのそう、どう、まあまあ、本当に山、田舎ですごい山の中で あの子供の頃過ごしてたんですけど、あの今も一応あるんですけど、あの実家があの酒蔵で、今はもう酒を作ってないんですけども、もうねボロボロの酒蔵だったんですよ。もう壊れかけてて、もうすごい屋根がこんな傾いてて、で柱がもうボロボロになってて、で実家はそのかやぶき屋根だったりもするんですけど、まあそんな中でなんかネズミが出たりイタチが出たり、あのそうやってあの建物がほぼ朽ち果ててるみたいな家に住んでたので、まあ、うちの父と母が頑張ってちょっとはあの補修したりなんかしてるんですけど、その父と母がなんか年老いてくると今度また傾いてくるみたいな、そのいたちごっこのそのなんていうのかな、 今考えてもそう、のりかさんにそうやって 言われてみれば、その頃から実はその木材が朽ち果てていると思うなんかその目の当たりにしてるんだなとか思って、しょうがないですね他にもうだんだん、すみません、あの自分学生じゃなくて実務してるんですけど、質問で、あの住宅設計される際に、あの、まあ、建築家によってどこの部屋でどういうことをするっていうイメージを、まあ、一番あの、まあ、各部屋いろいろイメージしながら設計されると思うんですけど、まあ、一番に持ってくるのはあの部屋であの行為をしているのを一番大事にしたいと思って設計される方いらっしゃると思うんですけど、内藤さんの場合はそういう、まあ、どこの部屋でどういうことをするっていう過ごし方を一番に考えているとかっていうのはあったりするんでしょうか。いや、なんかね、あんまりそういうの考えないんだよな。あの井上さん家もそうなんだけどさ、あの僕はあの
住宅に、世襲が最初に自分の家具を持ち込んだ段階でどんな空間作っても負けだと思ってんので、やっぱりその住む人が中心なので、まあどんなふうに住んでもらってもいいし、どこが大切とかっていうことはなくて、ひょっとしたらば、お手洗いの幅が普通は、お手洗いの幅を800なんだけど、それを1200にしてその300増やしただけ でそれはひょっとしたらお父さんがですね、お母さんと喧嘩した時にこもる部屋になるかもしれないわけじゃない。そうすると その人にとって、その人にとってはそれが一番大切な空間になるよね。だから僕はなんかそういうふうに考えてるんですよね。だから別にどこが大切な空間で、大きさとかって、大きい空間が一番大事とかっても思わないし、なんかひょっとしたら書斎かもしれないし、なんかただそういうなんかこういろいろな余地が出るようなこう隙間は作っていこうという感じはいつも持ってますけれども、その以上のことはあんまり考えない。それから、まあ、この家は割と大きいのと使われ方がいろいろなんだけど、都会で作るちっちゃい住宅の場合は、いずれ住み方変わるので、まあ外側だけちゃんと作っとこうみたいな中は変わるしみたいな、そういうつもりでいつもやってます。で、僕はなんかすごい本当にちっちゃい住宅をやったことがあって、でその時はその、僕のもう死んじゃったけど僕の友人が頼んできて、で今度、まあ、嬉しそうな顔して今度結婚するんだとかつって、でもう2人で住む住宅 で、まあ、2人だったらこのぐらいの大きさでいいかとか、ただ出来上がる頃にはさ、すいません定員が1人増えましたとかさ3人になって、でそれでしばらくしたらその、いやちょっとお母さんを引き取らなきゃいけないとかって言って定員が4人になって、住めるわけないよねみたいな。で住宅ってそんなもんだよね、なんかそれでまた減ったりとか、だからどの部屋がとかっていうふうにあんまり考えない、もっと楽に考えるっていうか、それをなんかこう建築作品にしようとかって思うとなんかこういろいろ頑張りすぎちゃうんだけど、それは住む人にとっては迷惑かもしれないねとは思うんです。はい、その代わりそんな考え方でやるとあんまり売れない作家になるかもしれないからどこかで犠牲者を見つけてここはちょっと俺が頑張るっていうふうにやった方がいいかもしれない。いつもそれやってるとね、あんまり売れないような感じで。ありがとうございます。有馬さんの作品を内藤さんがここに置いたらどうだみたいな話があったって最初におっしゃってたと思うんですけど、今このちょっと完成、作品が完成して、でも手が離れきっていない状態でこう空間に置いていくっていう状況を 見られた時に、どういうふうに有馬さん的にはこの作品が見えているのかとか、あともう一つ、その自分の中でこういう場所に置いてほしいみたいなのが最初に、感覚として終わりなのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。あ、有馬さんあ、一応ですね、ちょっともう一回説明すると、そうですね、ちょっと説明不足だったんですけど、上の方に2つ作品が上の段に2つあるんですけど、これがですね、こちらのお宅が出来上がる直前ぐらいにお邪魔して作品をイメージして作った作品なんですね。ですので2つはここの建物にもともとある作品なんですね。でそこに関しては、まあ、結構実はそんなに指定はなくて、そこにしようかとかって言ったとか、ちょっとどこでもいいわけじゃなかったんですけど、少しまだ可能性の余地はあったんです。ですがちょっとお話を内藤事務所の書院さんとか話している間で、まあ、そこかなっていう、まあ、そういうような感じの収まり方です。でこういう今他の
ものっていうのは今回の作品展のために持ってきた作品で、これに関しては、僕の独断独断なんですね。ですので今日初めて内藤さんがいらっしゃって超ドキドキしてこの場を迎えたという感じなので、いや、いいと思いますけどね。有馬さんの作品はね、不思議な作品でね、こうちょっとね、メディアってわかるかな、要するにこいつを通してなんかこうちょっと気持ちが行き交うようなところがあるんですよ。なんか不思議、木って木だからかな、このフォルムかなんかわかんないけど、そういうこうこの作品を通してなんかこうこの空間と会話したりとかって、そういう媒介物になってくれる優しさがあるんですよね。井上さんとか中井川さんのはまた違うコミュニケーションの取り方なんだけど、有馬さんの場合はそういうコミュニケーションなので全然 OK ですね。楽しいっていうか、僕自身も今日来て見せてもらって楽しいし、この作品を通してこの空間のあるいはこの場所の違う見方みたいなものを体験できたし、とても良かったと思います。ありがとうございます。じゃあそろそろ時間になりましたので、今回はこんなに多くの皆さんに集まっていただいて作品を見ていただいて本当にありがとうございます。そして内藤先生も来てくださって感謝普通はですね、こんなことって実はなかなかなくて、普通で行くと、まあ、ギャラリーで東京だと、まあ、例えば5年前の展示会はギャラリーの東京のギャラリーで展示会をしたんですけども、大都会のど真ん中でこう ある意味その作品、田舎のすごいなんかこうなんていうのかな、命のあるエネルギーをこうすごい無機質なとこに持ってくるっていうような形の方が多い展示の仕方なんですけども、今回は何かすごいたまたま目の前で倒れた杉を僕のところで削ってきてまたここに戻してくるとか、そういうなんかちょっとなかなか経験できないようなすごい有機的な作業をしながら、そして内藤先生がすごいこう作ったこう温かい空間の中で作品を展示するってちょっと緊張もありましたけど、そういうことができたっていうのはものすごい貴重な体験だったなと思っています。この場所がどうなっていくのかなっていうのは、楽しみで、今日は来る前にこの庭をずっとこうトライアスロンのように回ってすごい楽しかった。前はこんなじゃなかったですよ実は、まあ、これに手を加えられて少しずつ建物だけじゃなくてこの場所全体が育っている感じが素晴らしいと思って、で歩いていて楽しかったです。で多分これはもうちょっとするともうちょっとこうまあ植えられた草の根がもうちょっと根付いたりとか、また少しずつ少しずつこの場所が変わっていくというのは、多分そうなると思うので、とても嬉しい気持ちで今日はここに座っています。皆さんどうもありがとうございました。お手持ちのアンケート、お時間のあるときに上のカフェででもいいですから、何か感想を書いていただけると、今後のこの建物が人と一緒に育っていくための肥やしになると思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。じゃあ皆さん。